こんばんは。こんばんは。どうも。カッポちゃんいつもありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。お招きいただきまして、どうもありがとうございます。インタビューしていただけるということで、あまり、ニーズがあるのかどうなのかわからないんですいけれどえいえ、も、とんでもないです。ありがすみとうございません、おま邪魔す。しております。ありがとうございます。よろしくお願いありしがとまうございす。ます。よろしくお願いします。何度かお会いして、インタビューさせていただきたいねって言いながら、ちょっといろいろお互いにタイミングが合わず、バタバタしてたバり、タバタしてたくさんて。骨折したりね、いろいろあります。そうですね。はい。で、今日ということで、お時間いただきました。ありがとうございます。やっとこの日を迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、衆議院選挙、本当にお疲れ様でした。でした。本当に大変ですよね、木村さんもいろいろね。で、僕はまあ大阪府下動いてただけだったんでいいですけ大ど、阪の中でもいろいろあったじゃないですか、ちょっとまあ、トラブルもあって。そうですね。でも、葉っぱちゃんもあちこち、東京とかも行ったり。今回の選挙で東京は行ってないんですけど、ああ、そうっすか。南関東は行きました、神奈川、あ、川です崎。よね。鈴木さんのインタビュー取りに行きました。ですよね。すごいあちこち。お、京都も何回も来ていただいて。京都はね、足立さんの、応援で何度も入ってました。ですよね。いや、もう、本すご当い応に。援してるんです。すごい、でも本当に、こう、ねえ、活動的で、本当に大変だと思います。いや、本当はもっとしたいんですよ。例えば、家の仕事がなければ、もう本当に、もう四十飛び回ってると思うんですけど、やっぱりどうしてもね、家業があるので、そっちの方をもっとやらなきゃいけないんでそね。れ本当みんなそうです。僕でもね、そうですよ無制ね。限に動ければ本当にどこでも行きたいなと思うとでころも行なきのたい。で。ねちゃえ、はい。んとお金があればどこでも行きたいです。本当にその通りで。はい。ありがとうございます。その中でも最大限に動いていただきました。ありがとうございまありがとうす。ございます。はい。もうちょっと途中ですけど、声聞こえてますか？大丈夫ですか？ああ、全然聞こえてます。ありがとうございます。入ってバッるかチリなです。か。はよい。ろしくお願いします。そんな今日は葉っぱちゃんにですね、根掘り葉掘り。これははこれ、い。ゆき。はい。ちょっと、はい。今までも知らなかった、皆さんが知らない葉っ知ぱらちないゃんこをとであするかな？なんか、あるかな？ね、ちょっと掘り起こしていきたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたしよろましくおす。願いします。はい。え？あれですよね、葉っぱちゃんっていっぱいなんか YouTube のチャンネル持ってありますよね。もともとは、うん。ほのぼの葉っぱチャンネルって言って、政治系でも何でもなくって、生活の、チャンネル、メインが植物育ててるので、観葉植物のチャンネルだったんですよ。メインチャンネルの一番メインコンテンツっていうのは、植物の育て方とかだったんですけど、おお。で、それを、で、その YouTube を最初始めて、で、しなばるらほくど。してきたときに、参政党と出会ってしまい、YouTube とかの、やっぱ凱旋とかのね、映像流れてきて、出会ってしまい、いや、これはちょっとリアルで自分も聞きに行きたいとなって、で、凱旋を聞きに行くようになったんです。で、そうしてるうちに、あ、じゃあ、私もこれを撮りたい。凱旋撮って、配信してみんなに伝えたいと思いながら、撮って、配信をいやい始や、め僕その頃見てましたよ、ずった。あれ、と。本当ですか？ はい。見てました、見てました。で、はい。で、やっぱり、参政党のことを取り扱うと、もう皆さんご存知のように、バンされることが多くって、最初わからないんで、普通に配信してたら、バンされまくり。で、例えばカットしても、文字とかカットしても、だんだん AI とかが、やっぱり、AI とかが進化するのか、なんかね、こう切っても、その前後の文章の脈絡で今度バンされてしまう。で、結構バンされる頻度が高かったんですね。で、愛知県知事選挙の時に、末永さん、わかります？末永圭さん出られて、で、その末永圭さんの配信も取りに行って、その応援ですね、ごぼうの党の奥野さんも来られたんで、それをだら配信したら、もう末永さん、奥野さんってことでバンバンって消されて、うわ、もうこれ、あと1個でもうチャンネル飛ぶってなったんで、で、新しく政治系の方作って、一から育てたんですよ。それが今の私が参政党を配信してるチャンネルで、で、またチャンネルバンされる対策でいくつも作ったんです。
そうるなんでかすも。か。あれ、葉っぱちゃんっていう名前も、あれ、観葉植物から来てるんですか？そうです。観葉植物から来てるのと、リアルの名前も関係あります。ああ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。でも、ご職業は、飲食違業うんですで、よね。なん違う。か、植物じゃなくて飲食業です。そうなんですか。この屋なんさんか、も主人とやってるんですけど、そうなんですね。名古屋で。名古屋で、ああ、そうですか。です。お生まれはどちらなんです大阪なんです。か。父が何？九州、父がね、北九州の人間で、母が、大阪の人なんですね。そうなんですか。なんですね。大阪のどちら？どちらっていうのかな？ちょっとよく私も詳しくなくて、何？父じゃない、母の実家はどこっていうのかな？私を里帰り出産していたのが、阿倍野の家だったんですね。阿倍野の家にいて、その時は。まあでも自衛隊の多分官舎だったと思うんですけど、おじいちゃん自衛隊だったんで、だから里帰り出産で大阪に帰ってて、で、大阪の病院で生まれたんですよ。大そうなんですか。阪生まれです。大阪はやっぱりね、自分の、なんていうのかな、すごい馴染む場所であるし、大阪弁も、母は大阪弁のイントネーションで喋る人なんで、やっぱり、すごい馴染みがあります。そうなんですか。大阪、関西大好きなんですよ。ありがとうございます。もうそ本うなんですね。当に。で、育ったのはどちらなんですか？名古屋、大阪、東京、シンガポール。シンガポール？シンガポール。小学校4年生からシンガポール行って、中2の初めに帰国してきた感じ。何しにシンガポール行くんですか？父がエンジニアなんですけど、会社の。で、エンジニアなんですけど、結局シンガポールとかもそうだし、マレーシアとかシンガポール、タイとかで、日本企業なんですけど、で、現地で、シンガポールとか、マレーシア、タイとかに、工場を建てるじゃないですか。日本の工場を建てるために、初期メンバーみたいな感じで行って、建ててみたいな感じでやってたみたいです。そうなんですか。それで、私はシンガポールの時は、向こうに住んでて、その後はもう日本に帰国してきてからは、父はもうタイとかのバンコクとかの時にはもう家族一緒に行かなかったんですけど、私ももう大きくなって受験とかあったんで。どんなお子さんだったんですか、その、子供のアッ時パですちゃんの子供の時は。か？ 男の子みたいな。ね、結構外で遊ぶこと好きだし、僕もそうなんですけど、虫とか昆虫大好きなんですよ。だから別に植物触ってて虫が出てきてもギャーっていうこともなく、普通にカブトムシでも、カマキリでも、何でもカブトムシでも普通に触れるし、そうなんです。何でも平気なんですよ。ゴキブリはやっぱ嫌なんですけど、そうなんですか。害虫は触れないですけど、それ以外のものは普通に触れるし、むしろ可愛いなと思うんですね。平気なんですよ。珍しいですだから結構野生児みたいな感じで、シンガポールに移り住んでからやっぱり自然が多かったんですね。今のシンガポールって言ったら都会のイメージなんですけど、ね。私が子供の頃なんで、もう今私56歳なので、そうですね、40何年前の話でしょ、シンガポール行ってるのが。なので、本当にまだね、自然がたくさんあって、住んでた家の、お庭に木がいっぱいあって、その木登りしながら果物の木だったんで、もぎっては食べて、ペッて捨て、食べて、みたいな感じになって、もうあれっす、木の上で食べてました、野生の、ね、少女だったんすね。そんな感じですね。どっちか言ったら真っ黒だったし、本当にもうシンガポールってほら日差し強いでしょ、東南アジア。常にもう黒光りするぐらい黒くて、プールとかばっかり行って泳いでたし。どんなお父さんお母さんだったんですか？その政治とかには興味関心のあるような。
ね、父は結構厳格なんですよ、すごい。まあ、なので、なんか、やっぱり、それこそ、女の子のくせにとか、そういう言葉が出る父でしたし、はい。だから、今、男は男らしく、女は女らしくっていう考え方で、いたので、やっぱり女のくせにっていうふうな言葉が出るような父だったんですね。で、ちょっと。性的なところで言えば、父はどっちか言ったらやっぱ右寄りの思想を持っていた人で、で、左が嫌いみたいな感じになったんです。で、その家庭内でもやっぱ政治の話をよく父が一人でしてて、母が聞いてて、ふん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 っていうのはあったけど、ちょっとなんか口を挟むと生意気なみたいな感じで。え？あん言うまり。から質問したりしても怒られるみたいな。教えてくれたりもするんだけど、父の意にそぐわないことを言うと怒られるっわ、て。めんどくさいですね。ええー、そうなんや。で、そう。だからね、実際父が言うことが私も割と政治的なことでも正しいことだと思って育ってきたんで、父は本当自民党が昔はね、自民党が好きな人だったし、私も自民党しかないんだろうなと思って育ってきたんですけど、で、ここに来てちょっとおかしなことになってるぞってことに気がつき、で、その政党に、なんていうのかな、理念とか考えてることに、もう自分の頭と一緒だったなるんほど、で、なるはい。ほど。お父さんはもうザ・自民党みたいな。もともとは、そうまあ、です。昔は自民党ってそういうすごい保守的な人が多かったんですよね。そうです。でも今は、さ今はすがね。に入れるところがないなって言い出したみたいな、知事も。お父さんも、やっぱそういう感じなんですか？最近ね、母は、だいぶ早いうちに、私がいろいろもう URL でいろんな動画送ったりして、母をだいぶ先にね、参政党ファンにさせたんですよ。だから母から父になかなか頑固な父なんで、このこと、ちくわのことにしても納得しない父だったんですけど、さすがに父の兄弟とかが、次々とやっぱ倒れたんですよ。病気で倒れて亡くなったりで、とそか。れは何？打った後に？です。でも、これをしたからかどうかはわかんないんですよ、実際は。ただ、癌ですね、とかなって、それが、ひどくなって、早くに亡くなったりとか、まあ、次々と弟が2人亡くなったんで、で、やっぱりそういうのおも、父さんの兄弟。そうです。なので、みんなそれで、妹も、その弟のお嫁さんたちも、みんな、体の調子が悪くなったりとか、そういうのが、まあ、次々来てるんで、母がそこでまた、だからねって、これをね、するから、こういうふうになっていく可能性が高いのよって話を母がいろいろもしてたみたいですね。で、うちの父と母は2回で辞めてくれたんで、説得により。だけど、みんな親戚は次々、6打席、7打席って感じで行ったので、やっぱりまあ、そこいうところからもちょっとおかしいよねってことに父もだいぶ気づいて、で、この度、やっと気づいてくれて、なんか母が、ある時私が対談してる動画を見せたんです。ちょっとこれ見てって言って。そしたらなんだこれみたいな感じで、父が見て、へえってなったらしくて、そこからちょっと、見てくれた感じ。すごいな。自分の動画を見せたってことですいや、私が見せたんじゃなくて、母がね。お私の母動さんがね。画。そう。今回の選挙では、比例は参政党に入れてくれたみたいです、父も。そうか。よだかっかたっらすね。やっとのことだったみたいです。こんな厳格なお父さんが、なかなか振り返ってね、くれるなんて、なかな夢かのね、ような話ですね、ほんなら。人の言うことは絶対聞かないし、特に家族に言われたことは、って言わないんで、そう、だか ら、第三者に言われたら、あ、そうだねって聞くの。なんかわかる気がする。ありますよね。家族の言う、特に母とか、私、娘の言うことは、いやっていうタイプなんですよ。わわかりますよ。かりますか？そうなんです。だからすごい厳格なだったし、門限も厳しかったんで、いや、本当に若い時はね、帰るの大変だったんです、家に。るほど。箱入り娘さんだったんいですね。や、だって本当に、夜7時には帰らなきゃいけない。
や、で、家にご飯、晩ご飯食べなきゃいけないって言っ て、ああ。会社勤めをするようになって、やっぱ残業があったりとか、帰りにね、会社の人とご飯食べることもあるじゃないですか。それでやっと9時とかになったんですよ、もう現。それでも苦しい。いや、本当に大変で、ねなかなか、そうなんです。だから、え。うん、面本白いで当すにね。全くなんですよ。なんかしたら、本当に手が上がりますからね、シュワーって。ああ、そうなんや。怖なんい。かおじいちゃんが自衛隊の方だったんですか？そうなんです。神風特攻隊の生き残りなんですけど、ええー。そうなんですよ。生き残りで、あと1週間戦争が伸びてたら、もう飛び立ってたんで、私生まれてないんですけど、生き残ったおかげで、私も命を与えられ、で、戻ってきてから自衛隊になってるんですね。はい。あ、そうなんすか。だから、もちろん自民党員だったし、ずっと。だから、家族は大体自民党の家族になったんですよ。はい。おじいちゃんもまたあれですか。怖い方だったんですか。おじいちゃんは厳しい人ですけど、めちゃめちゃ優しいんですよ。え、どういうこと？厳しいし、規則とか、子供の時に、おじいちゃんおばあちゃんのうちに泊まりに行って預けられてる時に、お勉強とかの時間をきちっと決めるんですよ、おじいちゃんは。で、この時間からこの時間は、ね、ちゃんと勉強させなきゃいけないと。で、国語算数理科社会と全部のドリルを買ってきて、はい、これをやりなさいって終わるまで話してくれないんですよ。それぐらい結構厳しくって、規則はすごい厳しいし、服装も乱れてたらなんでそんな服着てるんだって言われるぐらい厳しいんですけど、でもね、めちゃめちゃ優しいんですよ。怒るとかじゃなくて、しっかり説得する感じ。そう。で、おじいちゃん自身は、やっぱりその自衛官であったし、軍隊育ちなんで、すごいいつも姿勢もいいし、身なりも、どこ行くにもやっぱり背広着てたし、みたいな。そう、きちっとしてます。まあでも、ね、わかる気がする。そういう、でも、こう、国のことを考えているお父さんとおじいちゃんの中で生まれてきはったんですね。ですよ。そっ実際、か。祝日にはね、日の丸をね、着てましたしね。はい。いつああ、も、そうですか。前には、なるそう。ほど。まあでも、娘としては、ちょっとめんどくさいかったんですね。父はめんどくさい。二 人でね、って言って、いつも言ってて、母とはもう兄弟みたいに仲良しなんですけど、もうパパ困っちゃうよね、って言って、いつも。パパとママなんですけど、私はね。はい。そうなんや。もうね、だよねって言っていつも言ってるんですけど。で、高校卒業して、は次い。はどうなるんですか？高校、何、シンガポールから帰ってきたのが中学の2年生の途中で帰ってきて、日本の中学に入って、で、その後、高校から、私学に入ったんですけど、で、高校は、帰国子女クラスみたいなところですね、私学の。はい。3年間そこで過ごして、同じ環境の子たちばっかりなんで、だからすごく居心地のいい感じで3年間過ごして、で、卒業して、短大に行きました。そこと同じ私学の短大に行った感じです。はい。何を勉強する短大なんですか？人間関係科です。人間関係か？何それ何そう。すかそれ？で、人間関係を学ぶと思いきや、人間関係を学ぶんではなく、自分を探求する学。はい。人間関係を通した自分を振り返っていくよっていうような、はい、勉強でした。なんかすごいもうですすごい。ね。はい。ちょっと待ってください。はい、すみません。どういうことですか？人間関係かって聞いたことないですね。私も初めて聞いたんですけど、当時の短大、今は多分その人間関係がなくなってるかもしれないんですけど、私の見た短大で当時あった学科が、英米科、英語の学科ですね。英語学科と人間関係科の2つしかなくって、で、英語もいいんだけど、別に英語をやりたくもないよねと思ったんで、どっちにしようと思って、人間関係科なんだろう、面白そうっていうので、
行ったら、もうすごい実習とかも多いし、論文書くのも多いし、何か体験学習みたいなのをして、その後何が、その体験をみんなでして、その時のあなたの心情は今どんな感じでしたかとか、そういうのをね、振り返るんですよ、こう書いてってばーって。だからそういう自分を見ていく、学問だったんです。面白いですね。なんか、そうなんです。だから、こういろんな人との交わりの中で自分がどう感じたかみたいな。自分の心にどう変化があったかとへえ。か。なんだろう。なんで合宿とかもあって、缶詰みたいになって合宿して、一週間同じグループをね、その何人とかって決まるんですよ。そのグループ、同じグループで一週間ずっと、何か一部屋に集まって、なんか、さあどうぞって、何も別にテーマもなく、好きなことしてくださいって言われるんですよ。でも最初何をしたらいいか分かんないから、みんなで、あ、どうも、はじめましてって、私は誰々ですって、自己紹介から始まるんですけど、まあ、最初は自己紹介から始まるけど、まあ、何をしろってテーマがないんで、みんなでそれぞれ話し始めてるうちに、いろんな経験談であったり、いろんなことを話し始めるうちに、みんなね、最後の方はいろんなことをわーって言い出して、泣いたり、いろんな人が出てくるわけですよ。自分の心の底から出てくる何かをもう吐き出してしまうとか、なんかそういうね、経験が するので、すごい面白い合宿ではあったんですけど、こういうそうのも、なんや。まあいろんな、まあ自分を知る、人との関係の中で自分を知るみたいな、学問。すごいっすね。なるほど、なるほど。それって結構人生になんか役立ちそうですね、その後何に。に役立つのか、当時は全く分からなくて、これ何の意味あるんだろうと思ってたんですけど、今になって考えると、自分を、毎回毎回、あ、今私こういうふうに思ってたよねって、結構ね、俯瞰して客観視できるようになってるので、今すごく助かってるかもしれない。今この配信活動をやってる中とかで、やっぱり役立ってるかなって、ちょっと思います。や、それ大事ですよね。だってさ、自分の気持ちって勝手に湧いてきて分かれへんわけじゃないですか。でもそれを、こう、外の自分から客観的に見えるって、そうななかの。なかそういう、なかったらね、取り乱してしまったりとか。そうですね。意外と、何にも考えないで、自分の今思ってることだけでわーってなってるんじゃなくて、今わーってなってるけど、この自分はどこからこれなってんだろうとか、どんな風に見えてるんだろうとか、いろんなことを考えるんですよ。そうだから、そういう意味では、すごく役立ってます、今になって。か。ああ、そうですか。いいですね。何が役立ってたかわからないまあのでもに。大学じゃなくても、そういうなんかちょっと、まあ塾じゃないけど、大人のね、そういう、あ、そうまあでカすルチャースクールみたいなところで、学んどいても、そう損ではす。しなそうですよね。そういうのをワークショップでもあったりするみたいですね。そう。あるでしょうね、そんなんね。当時の短大の先生とかが、やっぱり他の外部でもそういうワークショップやってるようなことをなんか聞いたような気がするんで、多分どっかでやってるんでしょうね、同じようなことは。なるほど、なるほど。で、そういう人間関係科卒業した葉っぱさんはどういう職業に就くんですか？証券会社です。おお。証券会社です。当時バブルだったんですよ、まだ。あで、しかも、私ね、ちょっとね、本当に、どんくさいというか、ぽろいんですよ、性格が。こう見えても。で、就職活動に、結構私、短大、でも、まあまあ、いい方の短大だったんで、就職の時の、なんていうの、求人票っていうのがたくさん届く短大だったんですよ。これは、短大の方が、当時、就職率よくって、最初4年生大学に行きたいって父に言ったら、厳格な父なんで、女のくせになんで4年生行くんだみたいに言われて、短大でいいんだって言われて、その方が就職率もいいし、みたいな感じで。で、短大に行ったんですよ、私。そこは、泣く泣く飲んで。で、短大に行って、で、就職の求人票たくさん来てた中で、まあ、初日に行きますよね、普通ね、パッて見に行って、どんな求人があるんだろうって言ったら、まあ学生さんみんな見に行ってるわけですよ。同じ学年の人が。
だからすごいわーっと混んでて、わー今混んでるわーと思って、飲食店でも並ぶの嫌いなんですよ。まあめっまあちゃ混んでるかまあ。ら、ちょっと空いてから行こうと思って、一旦帰ったんですよ。しばらく。そして、空いた頃に行こうと思ったら、よくよく考えたら、空いてるってことは減ってるんじゃん、求人票がっていうことに気ああ、づいええとこて、取られてしまっえ、そて。こ取られてしまってると思って、で、行って、それで私がたまたま行った時が減ってるわと思って、で、じっと眺めてたら、ちょうどその、そこの求人票また新しく貼り出してるところなんですよ。なるほど、補充されたの。減ってるけど、新しいの貼り出してるところで、あ、これはゆ、あれ、私知ってる有名な証券会社あるじゃん、みたいな思って。何ですかって言ったら、そこの新しい名古屋での部署が、新設でね、できるんですよ、支店ができるんですよ、みたいな感じで、あ、どうですかみたいな、あって、で、ちょっとじゃあ、ここを受けてみます、みたいな流れでシュって行って、で、スルスルっと面接に行き、決まったみたいな感じです。でも、いくつか行きましたよ。そこだけじゃなくて、他にもいろいろ興味のあるところ行ったけれども、やっぱり最終的にそこちょっと居心地良さそうだなっていう感じで入ったらいいところでしたけど、はい。なるほど。そんな、なんか、あれですか、自分の進路とかを直感みたいなの決めるんですか？何にも考えてなかったから。ああ。本なんか、当に何にも考えてなかった。ああ。全然しっかりしてないんですよ、本当に。いや、でも、それはいいと思いますけどね、その直感で。まあ、僕もそうですけど。直感と出会いですね、その時にたまたま張り出してたからっあ、て。そうか、そのタイミングっていうか。で、他にも何件か行ったけど、やっぱりね、タイミングが合わないとか、たまたまそのね、面接日に台風来てて、大雨で家から出たら目の前洪水になってるとか。で、そういうところを何とかして頑張っていったらもうずぶ濡れでいくじゃないですか。で、面接行った時にその状態でいくし、それでやっぱり落ちるとかね。そう、あるんですよ。やっぱ運命とか、巡り合わせってあって、やっぱりうまくいかないところは、無理していっても全然ダメなんで、ちょっと行くところって意外とうまくいくので、そうか、そうか。似てで、結る。局は、まあ、目に見えない何かを信じてるってことですあ、ね。そうそう。目の見えない何かにいつも後押しされてる人生やな。ああ、いや。成功との出会いも目に見えない何かに後押しされてここに来たような感じまあ、なんそうですね。僕もそうですけど。ね、やっぱり同じですよね。そっか、いや、でもそうですよね。で、どれぐらい続くんですか、その、証券会社は。どのぐらいだったかな？ちょっと待ってくださいね。多分4、5年です。そんなに、結婚退職してるんで、はい。そうなんですか。もうで、当それ時は、は結婚退職するのが普通の感じだった。ことぶき、寿退社？は退社。い。なるほど。でも、それは思ってた、その何、第一印象思ってたような感じのいい会社やったんですか？ね、なんか人が良かったんです。同じ部署の人。すごく良くて。支店長とか、ね、部長さんとかみんないい人だったんで、はい、すごく居心地は良かったんですけど、これでお金もらっていいのかなぐらいの感じでしたね、なんか自分的には。え、どういうことだ、その、そんなに仕事してないのにお金もらうみたいな。なんか、こんな仕事でお金もらっていいんやろかっていう感じやし、一番最初にお給料出た時に、え、こんなにもらえるの？っていうぐらい多かった。当時すはほごい。ら、バブルやったんで、で、お給料が出る前に、まずね、入社お祝い金とかが出て、それがね、確か10万円ぐらい封筒に入ってたんですよ。支度金みたいな感じですか？それで服買っ入社て。お祝い金みたいなのが出て、もらえるのって、お給料じゃないんや、みたいな。その後、お給料が出て、で、ボーナスも出て、こんなに？みたいな思ってたら、で、ある時、バブルが弾ける。はい、弾きましたよね。そのタイミングだったんですよ。もう入って、まあちょっとしてからバブル弾けたんで、社内積み立てとかでしてた株式連動型のファンドとかにも積み立ててたんで、私結構株式の比率が高い方が伸びるだろうと思って、そっちにだいぶ入れてたんですよ。お給料から積み立て貯金で。そしたらバブルがガーンと弾けて下がった時に、すごい何十万かやっぱり損しました。なるほど。
で、その会社は今でもあるんですか？あ、あります、あります。ああ、そうなんですね。野村証券です。野村証券の投資信託部門ですね。はい。ああ、すごいっすな。いえいえ、すごくないですけど、私がやってたことはすごくないんですけど、は会い。社はね。会社はすごい。で、寿退社をして、はい。で、結婚してたことですね。そうです、結婚しました。今のご主人ですか？あ、違う。一回目の写真です。あ、そうなんや。今いらの。んこと聞きましたよ。あ、そうなんですか。なるほど。どんなご主人やったんですか？高校の時に知り合ったんですけど、主人ね、高校の時に知り合っ野村証券の社員さんじゃないんですか？た。ないんですよ。高校の時に、しかも、シンガポールに、私が引っ越す前の小学校を3年生の時に同じクラスだった子で、いじめっ子だったんですよ。めっちゃいじめてたんですよ、私のこと。だから私大嫌いだったんですけど、その子が。そしたら、同じ学校の、私は国際部って言って、結構子女クラスにいたんですけど、彼は男子部にたまたまいたんですよ。それで出会って、で、後に結婚することになり、付き合うことになって結婚した人が一番目の夫です。いじめっ子やったのに。いじめくれた。だから覚えてたんです、名前、フルネームで。そういうことあります？いじめっ子と結婚するってなかなか聞かないですよね。ないんですよね。でも、再会した時に優しい人になってたんで、あ、やっぱ変わってたんですか？いじめっ子じゃなかったんです。ああ、そうですか。まあまあ、いろいろあったってことですね、ほんなら。ようになったんですよ。はい。なるほど。はい。その時は、政治とかはそういうの全然興は、味ないです。全然興味ないです。ただ、興味ないけど、選挙は行ってましたけど。まあお父さんとおじいちゃんに言われて、選挙は行かなきゃねって、行かないと、政治とかに文句は言えないよねって話だったんで、一応行ってましたけど。それはやっぱり自民党やったんですか？大体自民党ですけど、今回はやめとこうとか、いろいろまあ自分なりに考えたりはしてたんですけど、でも今ほど考えてないし、ニュースまでチェックをしてないんですけど、自ちょっとも、まあ、ノリでね、今回は自民今回は党をやめと自こう民か、みたい党な。外しといた方がいいかな、みたいな。ちょっああ、なるほとど、ダブりな感じですね。なるほど。はい。そうなんですか。で、まあ、寿退社して、結婚して、主婦になるってことですね、ほんなら。そうです。主婦になって、まあ、専業主婦とか、まあ、たまにアルバイトしたりとか、そんな感じだったんですけど。で、その頃はまだまだ普通に専業主婦が普通だったわけですよ。いや、普通ではないかもしれないんですけど、まあ、辞める人も辞めない人もいたと思うんですけど、まあ、寿退社がまだ割と普通にあった時期だったんですよで、ね。っていうことは辞めて専業主婦になるっていうのが一般的やったわけじゃないですか、一多分。般的で割とありましたけどね。はい。行くとしても、まあ、アルバイトとか派遣でちょっと、派遣はもうちょっと後ですかね。なるほど、なるほど。これで、お店始めるのはいつなんですか？それは3番目の夫です。3 今の、本目なんですね。そうです。最初の夫はお店じゃなくて、プロゴルファーだったんですよ。途中でプロゴルファーになったんですけど、ゴルフじゃないですよ。どういうことなのこれ？プロゴルファーなんですよ。学生の時はまだプロゴルファーのライセンス取ってないんですけど、途中で、もともとプロゴルファーになるって言ってた人なんで、で、途中でライセンス取ってプロになったんだけれども、っていう感じで。でも日本のツアーで別に活躍できたりするわけじゃないんですけど、それでだからお金が稼げるっていうかって言ったらそうでもなかったですけどね。はい。ええー、でもすごいですね。プロゴルファーの。いやいや、まあまあ、ね、ゴルフずっとやってた人なんでね。そうか。で、2番目はどんな方なんですか？普通に、まあ、会社員の人です。はい。はい。そこは別にね、そこまで語ることも何もないんですけそうど。か。はい。その3、3今番の目？ご主人は、お店は何されてるんでしょうね。ラーメン屋です。あ、ラーメン屋さんですね。名古屋で。はい。はい。でも、
ラーメンって難しいですよね、その続難けるしいの。ですよ。まあ、日々ね、研究してますよ、彼は。あ、そうなんですか。はい。毎日ちょっと改良できないかって、毎回毎回いろんなことを改良していかなきゃいけない。あ、これは今回ちょっとこうしてみたらどうかなって、もう日々鍛錬してますね。いや、僕も自営業なんでわかりますけど、大変ですよね、自営業続けていくのって。本当に大変。今特に大変じゃないですか。本当に景気悪いんで。そうですか。すっごい大変。特にね、もう10月ぐらいからさらに大変。コロナの頃も大変だったけど、あの頃の方がまだいいかなぐらいの感じ。今、戻ったよねって言いながらも、お客さんの考え方変わっちゃったんで、ね、前までは夜遅くまで飲んで、その後ラーメン食べるとか、ラーメン屋だけど飲みに来る人とかもいたんですね、夜。だから結構まで、営業もしてたんですけど、まあ、コロナでほら、時短で、やっぱ8時になったりとか、ね、させられてた関係で、今でも、まあ、9時ラストオーダーみたいな、結構短めにしてんですけど、昔は11時ぐらいまでやってたりとかしてたんで、まあ、体はきつかったんですけど、それだけお客さんもいたってことなんですね。で、今飲みのお客さんなんていないし、もう本当に夜早いです、みんな。だから遅くまで開けてても来ないんで、なるほど。生活変えられたんですね。すごい。ライフスタイルみんな変わっちゃった。ですよね。僕も、まあ、参政党入ってからですけど、ラーメン全く食べてないですからね。特に、ワイリン先生の言うそこうとでですすね、ね。食べないですよね。だから、はい。小麦粉は確かにね、摂取するんですけど、私たち。ただ、スープとか作る時の化学調味料をうち一切使わないと。ああ、なるほど、そなういるほど。う意味では私はすごく食べやすいし、美味しいし、体のことを考えてもね、食べても、その後、楽です。はい。でも、飲食店さん、本当今大変ですよね。だって毎回そのね、食材を仕入れてるところが、今回、来月からこれまた値上がりしますって紙持ってくるんですよ、しょっちゅう。もうしょっちゅう持ってきます、今。値上がりです。それなのに、世の中のお父さんたちも、もう本当にみんな値上がりしてるから、食材から何から。だから、もうね、お父さんちょっとごめんねって、お小遣いちょっと減らしてみたいな感じでお小遣い多分減らされてるんですよね、きっと。だからやっぱり足運ぶお客さんの来店頻度も下がってきたりとかで、する。原材料が上がったら、ラーメンの価格も上げないといけないじゃないですここっか。て悩みどころなんですけど、例えば価格を同じ価格で据え置きする場合は、材料の質をだいぶ下げなきゃいけないんですよ。でも、それ味を保って、で、やっぱりいいものを作ろうと思ったら上げざるを得ないんで、適正価格に価格変更するんですね。なので、うちはもう主人もやっぱりいろいろ考えた挙句、やっぱり味はキープしないとお客さんさらに離れていくんで、やっぱり値段上げざるを得ないんですみませんってことで、難しい上げなていきましたけれども、ぁ。そうすねえ。ると、もともとやっぱり来店してたお客さんもお小遣いもきっと減ってるでしょう、使える金額がね。どこでお弁当買っても何でも上がってるんで、まあそれは大変なことです、今。まあ、周ねえ。りの同業者もね、辞めていく人も結構多いですからね、今。しいですね、本当に。はい。世の中が本当変わってしまいましたもんね。でも、ますます参政党がね、頑張って、行かなきゃいけないんだろうなっていうふうにすごく思っていて、主人もすごい賛成と応援してるんですよ。そうなんすか。2人で一緒にやってるし、応援も。だから私を行かせてくれてる。そうなんです。それで、ね、お店にもポスター貼ってるしね。ああ、そうっすか。ええ、反応あります？いや、あったり、まあまあ、たまにしかないですけどね。はい。ああ、外にも貼ってるし、中にもDIY 貼ってるんですよ。ええ、そっか、すごいですね。だからやっぱり、あ、ここは参政党推しなのねって分かってる人は分かってると思うし、それでも、やっぱり公明党の人がとかもいるしね、お客さんではね。
いるし、まあ、共産党の人もいるでしょうし、そんな方は来てるんですけど、まあ、その、参政党を張ってることでお客さんが減ってる感じはないです。で、その賛成の話とかならないですか？お店で。なる人もいるし、実際に参政党の党員さんが来てくれるケースもあるんで、ああ、そうっすか。話してて、その方帰られた後で、こっちの人が、ね、今の参政党っていう感じで聞いてくる人もいる。話してると、やっぱり聞こえてるんで、やっぱり影響はあると思います、そういう意味で。それで、YouTube を始めたのはいつ頃なんですか？いつだろう、YouTube、多分3年はもう経ってると思います。一番最初のほのぼの葉っぱチャンネル始めて、3年はもうこの前経ったんですよ。それはなんでスタートすることになるんですか？ YouTube を。YouTube。ですね、ラーメン屋やってて、で、コロナ禍になって、なる、なってきて、で、まあ、参政党と出会う前ですよ、それ。だけど、なんだろう。コロナ禍になってきて、で、今後、まあ、どういうふうな時代になるかわからないよねって私は思ったんです、その時。だから、何かできること、別にすぐにその YouTube で例えば収益とかをふうに思ってないんですけど、何か始めてた方が、何か役に立つかもしれないっていうのもあって、趣味と実益を兼ねて、私ができるチャンネルって何だろうって言って、植物のチャンネル始めようってところが一番最初なんです。もともとの植物をいろいろ育てるのが好きだったんですか？そうです。家の中に多分今でも植木鉢40鉢以上ありますね。家の中と外に合わせて。それもともと？もともと好きで、だんだん増えていくんですよ。やっぱ株分けしたりとか、挿し木したりするんで。うわ、すごい。もう、あ、そうです。3年と5ヶ月ぐらいですね、今多分。ああ、そうですか。初めて。ぐらいです。で、植物のその葉っぱチャンネルはどうだったんですか？その人気が出ていくんですか？いや、そんなにでもない。割と地味な感じで伸びてって、でも、登録者数は今の、今、参政党やってるチャンネルと比べてどうだろう。ちょっと待ってくださいね。もともとのチャンネル、全然最近も動かしてないんですけど、本当に。動かさなきゃいけないなと思ってて、全然できてないですけど、でも8000人以上いるんですよ、こっちも。だからありがたいことで、登録解除しないで、いまだに、まあ、ちょこちょこと植物の育て方とかなんで、回ってるんですね、少しは。そうか。過去の動画をやっぱ見て、あ、参考になりましたってコメントくれる人もたまにいるんで。そうか、もう、あれですね。勝手にこうどんどん回っていくことになって、徐々に増えていってるんですね。やっぱりその過去の凱旋とかだとそんな回らないんですけど、今の政治系のチャンネルみたいに、やっぱりこういう植物のチャンネルとかだと育て方ってそう変わるもんじゃないんで、夏の手入れはどうするとか、冬はどうするとか、そういうのもあるので、過去のやられたりしてます。その経験が、まあ、反省党のチャンネルに活かせ、いけ、生きていくってことですね。生き返るかどうかわかんないですけどね。もうなんとかしたいと思って、そうか。僕もね、チャンネルやってるんですよ。自他分ののチャンネル？仕事のチャンネルを。なんていうチャンネルなんです ここで言うんかね。か？内緒本ですか？物のエアコンクリーニングっていうチャンネ何ですル。か？本物のエアコンクリーニングっ本ていうチ物のャンエネル。アコンクリーニング。あ、そうなんですね。そういうチャンネルをやってましたね。エアコンのクリーニングの、まあ。出てきた。すごそれい。が、コロナ禍の前からやってるんですよ、僕。そうですか。すごい。もうね、そこはもう、ある程度やり尽くして、こう、いろんなパターンやってるんで、なかなかちょっと、できなく、上げてないんですけど、それでもどん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 回ってて、やっぱそうですよね。こう勝手にこう見ていただけてるみたいな。ノウハウとかが載ってるからですか、やっぱり。で、ノウハウっていうか、まあまあ、いろんなこう、エアコンのね、どうやったら汚れていくのかとか、こう水漏れしたらどうするのか、まあそういうようなこととか、まあいそうろんなんなでこす。とをね、してます。まあ、そういうのってやっぱりね、自然に伸びていくチャンネルですよね。そうですね。更新されてるんですか、そっちは。こっちはね、息子がちょろちょこちょこ動画作ってくれたりとか、そうなんですね。
ってますけたくさんいど。らっしゃるんだ。いいですね。はい、ありがとうございます。そうですか。それで、まあまあ、カッパチャンネルやってて、参政党とはいつ出会うんですか？参議院選挙の前です。あ、2年前ね。2年半ぐらい。2年半。4月27日入党なんですよ。同じタイミングぐらいですね。なんか4月ぐらいに、いいなと思って、で、意識改革サミットをやりますっていうのを聞いて、あ、これは行かなきゃと思って、そこをチケット買って行ったんですよ、横浜。そもそもどうやってサンセットと出会うんですか？たまたま多分 YouTube とかで見たんだと思います。で、それまでその政治系の何か動画を見たりとか。で、ただコロナについて、うちのお客さんで、コロナのことは、ちょっとこれはねって、結構真実を語ってくれる人がいたんですよ。これについてもやめといた方がいいよってことで、で、実際自分で調べてみてって言ったから、調べてたんです。そしたら、出てきた。で、それ教えてくれたカッパ人ちゃは、んは売ってないですか？一回も、あ、売ってない。一回も言ってない。ああ、そうなん福です田さんね。は打ちました？あ、僕も全然売ってないですよ。本当ですか？はい。一 回も打ってないし、主人も一回も打ってないんですよ。なるほど。それはその人のおかげなんですか？その人が最初きっかけくれて、真実違うから、政府の発表と調べてみたいなこと言われて調べたんですけど、その人はもともと内海先生と親しい方なんですよ。内海先生と何回も会ってるし、親しい人で、面識ある方なんですけど、内海先生を師匠だと思ってる人なんで、だから結構そういう話詳しいし、で、聞いたことはやっぱ答えてくれるし、でも私も調べてっていうか調べていくうちに、参政党に巡り合って、あ、これはと思って、参政党だと思って行ったわけ。すごいですね。だなんからかもう、違和感みたいななかったんですか？何に対してですいや、か？政治のね、そういう世界に足踏み入れるのってどうなんだろうみ全たい然違和感も何もないんですよ。もう思ってること全部言ってくれてると思って、めちゃめちゃ気持ちよかったんですよ。もうスカッとって。うわぁ、もうここにちょっと応援しないといかんよねって、日本人として応援しないと日本終わっちゃうよねって思って、もう結構思い立ったが吉日で、もう飛び出していくタイプなんですよ。ブレーキがないぐらいの感じなんで で、飛び出していく感じだったんで、行きごまし主人は何て言ってました？サンセットに入ろうかなっていうので。た。入ろうかなって主人に相談してないんですよ。でも、入党するときに、申し込み日を4月27日っていうのが、主人の誕生日に入れたんです。渡せないかなと思って、日にちをそうしたら。主人に、参政党になっちゃったって、誕生日に入れたとか言って、後から報告です。で、別に怒りはしないし、あ、いいんじゃない？みたいな感じで。そうですか。最初は、でも私がこれはこうなんだよ、ああなんだよって、そうやって断定して言うのは良くないとかってすごい言われてたんですけど、今は一緒、同じ温度感で主人と話できるので、すごい良かったですけど。ほど。で、党員になるってことですね。ほんなら、すぐに。すぐに私は党員になる。で、支部で、まあ、活動とかしだすってことですか。支部活動はほとんどできてないんです。やっぱりお店があるので、本当に支部に行って何かチラシを配ったりとか、そういう時間帯に行けないので、いつも行けなくて、でも何かしたいなと思って、できることはっていうことで、やっぱ YouTube とかでできる時間に動画作ったりなんかするのはしていこうって、自分ができることをしようっていうところから、配信もしっかりやるようになったし、凱旋は取りに行くけど、凱旋取った後での編集したり、最初はしてたけど、インタビューを取るようになったのは本当にまだ最近のことかなって割と。ああ、そうっすか。で、やっぱり、凱旋で撮ってアップしたら反応はどうだったんですか？最初、まだその参政党ブームが来てた時あったでしょ。参議院選挙の前あたり、あの時はやっぱり伸びが良かったですね。今と比べて、やっぱりすごく伸びも良かった印象ですし、
で、今はやっぱりある程度そのアルゴリズムが回らないようになってるのかなって ちょっと思いますけど。はい。なるほど、なるほど。まあ、それはそれでも広げていかなきゃいけないのかなって思ってて。はい。まあでも、アップしたらバンされて、うん。そこれう。はまずいってことで、新しいチャンネルを作ってってことですね。そしたらまだ、全部、チャンネルごと版はまだないんですけどね。はい。いくつか予備でチャンネルは作ってるけど、はい。そんな感じです。なるほど。はい。僕も最初、エアコンのチャンネルでね、動画を見てたんですよ。エアコンのチャンネルで出してたんですね。そうなんですよ。同じじゃないですか、私のじゃ。ほんで、いろんな人が怒られて、ええ。あんたのチャンネル、エアコンのチャンネルやろはいはい。って言われてね。はい。それから、まあ、新しいチャンネルを作ったっていうところですね。そうなんですね。はい。で、結構ね、登録者数もめちゃくちゃ減るんですよ。減るんですか？まあ、エアコンのその登録者数がね、ああ、いや、賛成とやると？やると、減るんですか？はい。もうアップすればするほどどんどん減っていくっていう。まあ、それでもいいかって思いながらやってたんですけど。まあでで、も、今まで僕はまあ、お注射のこととか、なんかちゃんと話していろいろ聞くじゃないですか。でも一切自分が自分の意見を言わなかったんですよね。あ、そうですかって聞いて。ああ、インタビューするときですよね。いや、インタビューっていうか、お客さんの家に行って、仕事してる間に、いろいろ話やりとりしたら、結局ワクチンの話になるじゃないですか。ほんなら、それでもまあ、自分は聞くだけの人みたいな。はい。自分の意見は言わずに、みたいな。他の家に行っても、あ、そうですかって聞いて、まあ、家族にだけは、あ、こんな話聞いてん、みたいな。そうなんですね。そう。それで自分もこんだけいろいろあちこち行ってて知ってんのに、参政党入って、なんで今までこれ言わなかったんだろうっていう。これではいけないなって思って、それから、エアコンのチャンネルで動画、自分、まあ、一人語りみたいな。をずっとやり直してたんですよ。はい。そうなんですね。そうなんです。だから言いたい放送のチャンネルとか言って、自分が好き勝手なことを言うっていうチャンネルになったんですけどね。だから凱旋を取るっていう頭が全然なかったですね。そうなんですね。今はでも凱旋も取られてますもんまあ、ね。ちょこちょこですね。本当でもそんなメインじゃないです。そうですか。結構でも私が行くといらっしゃるイメージなんで、結構取られてるのかな。いえいえ、大阪でね、ちょこちょこ撮るなら、たまたはい。ま、葉っぱちゃんはい。も来てはってみたいなところで。全然ですよ、僕、そんな。他の人みたいなメインが凱旋じゃないですから。そうですね。私もでもメインが凱旋ではないんですけど、凱旋があって行けるタイミングだったら飛んでっちゃいますね。やっぱり、自分も聞きたいんですよ。撮るっていうよりも自分が聞いて元気もらいたいんで、凱旋好きなんですよ、結構。でも、葉っぱちゃんが まあ、大阪でね、撮っていただいてるときに、もう次から次から、ファンの方が、葉っぱちゃんと来られて、ファンっていうか、みんなお友達なんですよ、きっと。チャット欄で話してるんで、親しいじゃないですか、やっぱり、どうしても。距離感の問題。だからみんな気軽に声かけてねって言ってるんで、みんな気軽に声かけてくれるんで、どこ行っても、あ、葉っぱちゃーんって声かけてくれるなんか暑い時期にね、水持ってきてくれてはったりとか、暑いからこれ飲んでとか言ってね。優しはい。い方がいらっしゃるんで。すごいなと思いましたよ。ありがたいですよね、本当に。はい。本当みんなね、温かいですよね。前なんてね、岡崎の伊藤さんの応援に行って凱旋行ってた時に、大雨だったんですよ。で、カッパも着ながら傘もやったりしてて、傘がね、バーンって飛んでね、配信してたから傘飛んだのも映ってるんですよ。うわ、壊れた。で、傘がね、壊れて、破れたところまで映ってたら、そしたら、傘を買って届けてくれた人がいるんですよ。するでしょ？すごいなと思って、優しい人いるんですよ。
本当に優しくてみんな、ありがたすぎて、もう本当に、もう毎日こう感謝でそこを手合わせてます、本当に。すっごだい。から、ライブしたら、めちゃくちゃコメント来るんですね。コメントね、嬉しいですよね。チャットにみんな書いてくれるんで、本当に。チャカチャカチャカ。いや、チャットコメント読むのが楽しくて。もう木村さんもチャットを書けるように、ライブをよくやってくれたらいいのに、週に1回ぐらいどうですか？いやね、ライブってでもほとんどやったことないんで。全然できますよ。これだけお話できるし。いいです。めっちゃあ上りがとうご手でざいます。すか？チャットのね話したらみんな喜びますよ、きっと。え。うん。話したいはずなんで。僕最近、はい。どうやったら反省党がもっと伸びるんだろうかそうですね。っていう、中で、はい。もう、その参政党に入ってる人に呼びかけても、まあ、もちろんそれも大事なんですけどね。それはそれでいいんだけど、やっぱりその外に、参政党の外にいてはる人にどうやって参政党を知ってもらえるのかっていうのが大事やろうなっていうふうに思ってて、で、この間もそのココさんあるじゃないですか。最後は笑ってチャンネル。あの方が、もともと、この、N 国党の、何？政治家女子48党に、このなんかすごくシンパシーを感じて、YouTube を始めはったんだよ。そこからなんですね、彼はね。で、政治系の話をずっとやってたら、まあ、いろいろお父さんが亡くなったりとかして。で、ご参政党に出会うわけです。本当に、こう、日本のことを考えている政党があったんだっていう。それから、やりだしたんで、もう、参政党じゃない人が、ココさんのところに来て、で、参政党に、こう、どんどん変わっていくっていうか、投票しましたみたいな。なるほどね。やっぱりじゃあ違うところからどうやって誘導してくるかってことは大事ですよね。そうなんですよ。だから同じところで配信したり、X の投稿してもエコーチェンバーになっちゃうって話ですもんね。エコチェンバー。エコーチェンバーって言ったら、この同じグループ、例えば参政党グループ、参政党アンチグループってあるじゃないですか。で、お互いアンチは、参政党のこと言うし、参政党もなんか自分たちで発信してるけど、このグループの枠の中しか広がらないんですよ、エコ。そこの外に出ていかないと、向こうとかに届かないってことなんで、まあ、それをやりたいわけですよね。だから、むしろ私は、例えば配信でそれをやるのって意外と難しいと思ってるんで、私のライブ配信の中では、そのチャット欄にいる皆さんに、参政党以外の人にどうやって伝えていけばいいかって話をちょっと、やっぱり話の中でどういうふうにみんなやってるよとかいうアイディア出してくれるので、例えば関係のないところで参政党のちょっとチラシをちょっと置いてみたりとか、神谷代表の書籍をたまたま休憩時間に持ってって読んで置いておくとか、なんかそういう。をするとか、話の中で、食べ物ね、どういうのにこだわってるよっていう話をしながら、少しずつ、あ、そうなんだ、気をつけなきゃねっていう話で、で、次の時、だいぶ何回か話したうちに、あ、この塔がね、みたいな、いい動画あるよとか言って知らせるとか、なんかそういう、いうタイミングの話とか、一気に、いっぺんにね、参政党がねって言ったら、やっぱりこう惹かれちゃうんで、ためになる話をしてて、何回目かに、やっと、こういう動画もあるから、もしよかったら見てねって言ったら多分見てくれるねとか、いろんな話を、してます。で、みんなで参政党を広めていこうっていうグループなんですね。結局、皆さん、だから、こうやったら聞いてもらえたよとか、こうやったら今まで参政党とか嫌がってた人が、やっと投票行ってくれたとか、そういうの教えてくれるんで、みんな。それぞれの意見出し合ってます、割と。いいですね。配信をどうやって外に出そうって言ったらなかなか難しいんで。僕は最近、
ていうか前からやってるんですけど、アンケートですけ知ってど、ます。アンケート、街角でやるやつでしょ？あれはすごいなと思ってます。街角に出て行って、こう手当たり次第に声かけて、で、どう思いますかっていうのを聞いていくっていう。で、最後に参政党をやってましてね、参政党ご存知ですかみたいなことで、説明したりとか。そういうのはやってますよね。いいですよね。私もあれちょっと真似したくって、参政党のことにつなげるようなアンケートができたらいいなと思いつつ、まだまだ何もできてないですよね。ちょっとやってみたいなと思ってます。名古屋駅とかでやってみたいですね。さっきやりましょう、一緒に。ねえ、いいですよ大ね。阪と名古屋で。いいですよ同ね。じテーマで聞いていって、あ、それいいかもしれないですね。あ、大大阪と名古屋でどう違うのかったのか、みたいなね。阪、東京もやるかもしれないですね。まあね。そいや、この、こね、名古屋は、僕ね、チラシ配りもするんですよ、みんなと一緒に。チームでね。でも、なかなか取ってくれないんですよ。チラシって。チラシですか？あ、もちろん、上手い人はすごい取ってくれるんですけど、あれ、僕コツは、ありますよね、割コと。ツありますよね。で、なかなか取ってくれないんですね。で、それやったら僕は、声かけた方が、チラシ配渡せるし、話も聞いてくれるし、なんかええんちゃうかなって思ってるんですアンけど。ケートで声かけて、最後に渡すみたいな。それいいですよね。で、そっちの話した方が、向こうもこう、気軽に聞いてくれたりとか。だからそうやって伝えていくっていうのはありなのかなっていそうですね。それはすごいいいかもしれないですね。う。まあ、大阪なんで、いろいろこう、ちょっとフランクに喋ってくれる人も多いじゃないですか。確かに多いです。大阪はやっぱりフレンドリーです。ですよね。だから名古屋とか東京あったらどうなんのかっていう。ちょっと無視されるかもしれないけど でも場所によって違うかも。名古屋駅の前と、ちょっとほら商店街だったらちょっと違うかもしれないし。大阪でもほら北と南でだいぶ違うじゃないですか。ああ、そうですね。南の方だったら、こう、結構いろいろ話聞いてくれそうですもんね。だから、エリア変えてやってみてもいいし、同じテーマで振っていただいたら一緒にそのね、やっても面白いですね、そういうの。そうですね。だ結から構そそういう、何かそういうので、う。僕一人とかでやるんじゃなくて、それが一日何十人もあちこちで、まあ、YouTube 関係なく、ですね。日本全国で声かけていった方が、なんかこう、あ、ファンセットをやってはる人と話したみたいな、そうね。印象に残ったりとかして、アンケート調査みたいな感じでいけばいいんですね。最初は、こう、ボードに、じゃあ、参政党知ってますかとか、丸を、ポチってシール貼っどてこもらの党を支持してますかみたいな。う。で、シール貼ってもらうみたいなね。やってたんですけど、もう最近はもう何も持たずにカメラだけ持って、そうなんですね。で、テーマだけ決めて、どんどん質問していくみたいな。いいですね、それね。お話、トーク力があるからね。すごいいいですよね。いや、トーク力っていうか、まあ、あれですよね。なんか、何も考えずに、アタックアタック。するだけ、すまあまあ、ごなんとかできるかな。い。あとは出たとこ勝負。なるほど。まあでも結構ね、話聞いてくれて、まあ、参政党頑張ってね、みたいな。言われたりとかもするんで。だから、まあ、いろんな伝え方が、その人それぞれ、得意な方法で、ね、あると思うんで、そうですね、あると思います。その自分の伝え方をこう、開発できたらいいですね。そうですね。私自身は、本当に食のことが好きなんで、食べることとか、作ることも好きなんで、料理とか。食のことからつなげることが多いですね。
で、どういうことですか？誰かに話をするときにってことですか？お客さんと話するときでも、やっぱり自炊してる人とかだったら、調味料とかどんな感じのもの使ってるとか、それとか、お店で出してるものでも、炊き込みご飯とかでも、これね、全然無価値だよって、化学調味料使ってませんよって話して、そうなんですかって話になるじゃないですか。そうか、糸口、糸まず口。つかみが大事ですね。で、だから、あ、美味しいですねって、でも、普通だったら味の素入ってるんかなって、本だしとか入ってるんかなと思うじゃないですか。でもそんなん使ってなくても美味しくできるんですよって。でね、体にも優しいですよって話して。で、そうしたら、え、そうなんですかって、調味料をちゃんとしたものにすると、一瞬高いけれども、ね、体が健康になるからねって、病気にならないですよね、みたいな話して。あ、そっかそっか、じゃあ調味料変えてみようとかね。一瞬高いよって。だけど、添加物まみれの裏見てね、いっぱい記号書いてあるものを食べるよりも、健康でいられるよねって話をするんですよ。だからそういう糸口から、あ、そうだねって食べ物を変えてみましたよって話とか、そのまた次に来た時に言うんですよ。もう、こういうものを買わなくなりましたと。聞くと嬉しくって、で、また話が弾むし、そんな中から、いろいろこのね、これの話になったり、そして、サンセットの話にもつながってきたりするので、まあ、多いっ段す階があるのね。で、徐々に徐々にです。自分の得意分野からみんな行った方がよくって。そういうね、葉っぱちゃんとか皆さんのこう努力のおかげやと思うんですけど、最近こう街頭でインタビューしても賛成と知ってるっていう人めちゃくちゃ多いです。やっぱ増えましたよ。だって、増えました。出たのがやっぱ大きいと思いますけどでもね。詳しくは分からへん。どんな党か分からへんけど、賛成党っていうのは聞いたことあるとか、そういうのはすごい多いですよ。確かに、知ってるっていう人は増えたと思いますね。まあでもどういう党なのか、ちょっと怪しい党なのか分かんないみたいな。ねえ、まあ、難しいですよね。なかなか伝えるのって。そうですね。まあ、だから、伝える人が怪しくなければ、怪しく思われないんで、自分そうですがね。怪しくないような風貌をしなきゃいけないんで、やっぱり身だしなみを気にするとか大事かなって思ってそうます。ですね。で、僕、街頭行くときは、絶対その嫌って言われたら、それと絶対行かないし、ね、話してもいいよって言ってくれる人だけにちょっと、それ大事ですよね。そう、無理やり行っちゃうとね、それは嫌嫌。がられるんで。そんなことないですよね。素晴らしい。でもいろんな伝え方を研究するって大事ですね。それと、大葉っ事です。ぱちゃんがその YouTube のライブ放送の中で、どうやってみんなと話し合って、で、自分なりのその伝え方をこうみんなで話し合うっていうのは、みんだいなが、ぶいいですね。全然分かってもらえないんだけど、どうしたらいいとかってみんな書くんですよ。そしたら、私はこうやって伝えたらよかったよとかみんな書くんですよ、お互いに。ネット欄での会話が成立するんで、やっぱすごいなと思って。親切な方多いんですよ、本当に、参政党って。すごい人集まってますね。集まってます。はい。そっか。会社で嫌がられても伝えてますよって人もいるし。嫌がられてね。やられても、やっぱりね、あなたのためっていうか、体がね、やっぱり大事だから、伝えさせてって感じで伝えてる人もいるし、いろんな人がいると思います。いや、頑張ってあるんですね。あるんですよ、本当に。それをこう、葉っぱちゃんがこう、いろいろとケアしてるという動画の中で。私も勉強させてもらってるし、私が実際やってこれ良かったよってことも伝えてるし、まあね、そう、動画を、私たちが動画出して、それを外に伝えるのは難しいかもしれないけど、ただ、参政当職だけを出してない動画ってあるじゃないですか。体のこととか、食のこととかを話してる動画だったら、例えば、参政党以外の人にも見せたい動画っていうのは皆さんシェアしてたりとか、あと、例えば私の中だったら、足立裕二さんのね、インタビューとかで、何、総研のことを話してたりとか、
そういうことだとちょっと他の人にも教えたいっていう人もいるんで、うん、シェアしますっていう人もいるし、その、いかにも凱旋っていうのはちょっとみんなね、いきなり入り口ではきつい人もいるんで、そうじゃなくて、うん、トークで、うん、伝えてるようなのだったらいいかなって、うん、思う人も多いみたいですね。なるほど。うん、そうですよね。はい。で、みんなでこう伝え方をこう考えて、それがどんどん広がっていくと。そうですね。はい。いいと思いなまるす。ほど、なるほど。いや、有意義なチャンネルをされてるってことで。そうですね。はい。わかりました。すみません、お帰りなさい。主人公。すみません。はい。うん、はい。はい。では、いろいろとね、有意義な話をお伺いしてきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕なんもちか、ょっと、いろんな人に伝えれるような、ちょっと活動できたらいいなと思って頑張りね、ます。伝えたいし、またいい方法あったら、それこそ木村さんもまた教えてください。私もまたお話しさせていただきたいぜひ、し、ちょっとインこんタな、ビュー、アンケートをそうね、ですね、アンケート、こんなアン名ケー古ト、屋と大阪でやりましょう、一回。そうですね、あったら教えていただまけずたら。は賛成と知ってますかって言って、い。本当に、20、30人の人に聞いて、どんどんとこう、世の中のな流れっていうか、世の中が一体どれぐらいの人が知ってんのかっていうのを聞くだけでも面白いかなと思いますね。ね、はい。はい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。アングル今解答の主人が通ったのね、日は、これ見そて。っか。はい。ありがとうございます。ありがとうございはい、まどうもありがとうございました、今日は。す。はい。楽しかったです。長はい。い。ありがとうございまあしりがとうごた。ざいました。今後ともで、よまろたしよくお願いいたしまろす。しくお願いします。いつもありがとうございこまちす。らこそありがとうございます。はい。では、失礼いたします。ありがとうございます。ございます。